前田は高松市東部にある一地区で、高松市役所前田出張所の管内。前田東町、前田西町、亀田町の三町からなる。かつては全域が北郡、前田村として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。地区は高松市東部に位置し、北郡三木町と境界を接する南北に長い地区である。 人口は2010年時点で4630人、世帯数は1981世帯で2010年現在減少傾向にある。面積は6.11平方キロメートルと高松市の地区の中では平均的であるが、人口密度は1平方キロメートルあたり747.63人と高松市の平均よりも低い。地区内は全体を通して他の広がる。 田園地帯であり、山村上に民家が点在している。高松市中心部までは約8キロメートルであるが、ことでんにしまえた駅や高田駅を中心にベッドタウンとしての性格もある。全域が高松平野の一部であるが、地区の北側には標高280.1メートルの前田山、そこから北東に向かって100メートルから200メートル級の山が連続しており、 高松平野はここで終了する。地区の中心には、新川、生端に吉田川が流れ、北西部付近で吉田川が新川に交流している。高松市編入以前は、前田村を参照高松市の平均と比較して第1次産業及び第2次産業従事者の割合が高く、第3次産業従事者の割合が大幅に低い。地区内には多くの農地が存在し、 主に稲作を中心とした農業が行われている。地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はない。地区内に主だった商業施設は存在しない。川添、東郷、三木町など近隣地区にはそれぞれ丸中や富士グランなどが存在する。地区内の小学校は私立前田小学校が存在し、中学校は存在しない。小学校区は前田小学校が 地区のほぼ全域を校区としているが、地区北部の夕日が丘団地は、地区外の小高松南小学校の校区である。中学校区は、前田小学校の校区が、川添地区にある私立共和中学校の校区であり、小高松南小学校の校区は、小高松中学校の校区となっている。三木町川ではあるが、当地区との境界付近には、香川大学医学部と、 その付属病院が存在している。太地の校名は地区内に位置する学校で、それ以外は地区内には位置しないが校区が地区内にかかっている学校。この地区の行政サービスの中心としては、高松市、前田出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、前田コミュニティセンターとして地域交流。 生涯学習の中心となっている。超別五十音順地区のほぼ真ん中を、佐ぬ夢街道と高松自動車道が横断し、地区内には、高松東インターチェンジがある。公共交通機関としてはことでんバスの、高松医療センター、大学病院線があるほか、高松琴平電気鉄道町尾線の西前田駅、高田駅がある。地区内を通る、 バス路線はことでんバスの高松医療センター、大学病院線と大川バスの引田線が存在する。高松医療センター、大学病院線は JR 高松駅発ことでん、河原町駅経由で、地区内の高田駅を終点とし、地区内では全線が香川県道30号塩野江八島西線を路線としている。引田線も高松駅発河原町経由で、東香川市、 引き玉で運行し、地区内では、全線が、長岡街道を路線としている。テレビ放送の場合は、地区内の前田山に大規模送信所、高松局があるため基本的にそこを受信する。しかし、アナログ放送において前田山直下の高台の住宅地では、電波が強すぎて、良好な受信が困難であり、前田山とは、反対側の水戸市にある西佐抜き中継局を、 受信する世帯が多い。西佐野木局までは、高松平野と丸亀平野を越えて、非常に距離があるが、高台での受信であるため障害物が少なく、視聴可能な電解強度が得られる。その他何らかの理由で、高松局が受信できない場合や、古い建物の場合は海を越えた岡山局を受信する。いずれにしてもデジタル放送では、ある一定の受信レベルさえ確保すれば、 ゴースト障害やちらつきは起こらないため、強電海域用のアンテナを用いるなどして、高松局の受信が可能である。県外派地区内に主だった観光施設はない。ありがとうございます。